皆さんこんにちはっていうのも変だな。なんかね、ずっと日本語を喋ってないのでちょっと変な感じがするんですけども、こんにちは、ゆかりです。このチャンネルはデイジーバーバーっていう名前になってまして、まあ、バーバーは私の名前なんですけど、ゆかりってね、名前ね、誰も発音できないのね。発音できても、ゆかり、ゆかり、so, なので、みんながまあ覚えやすい名前の方がいいかなということで、私、うさぎさんがね、2羽いるんですよ。で、オリバー君とデイジーちゃんつって、まあ、デイジーの名前をちょっと借りて、デイジーバーバーつう名前になってます。で、今日のビデオは日本語でのビデオ、初めてのビデオなんですけど、まあ私日本人なので日本語の方がいいかなということで、でもね、日本語でビデオを作るのは初めてだし、ぶっちゃけ何喋っていいかわかんないし、日本語覚えてないしであれなんですけど、まあ簡単に自己紹介からいこうかなと思います。私ね、5、6年前に世界一周をしまして、その時に作ったブログを、それなりにまあいろんな人に見ていただきまして、多分その時から見てくださってる方がちらほらといらっしゃるんじゃないかなとは思いますが、今36歳。で、結婚して、旦那はアメリカ人で、今結婚して5年になります。でね、5年の間に引っ越しを何回もして、まず日本からね、フロリダに引っ越ししたでしょ。でその後にフロリダからカリフォルニアに引っ越しをして、その前にフロリダで家買って、フロリダの新しい家に引っ越しして、でそっからカリフォルニアに引っ越しして、カリフォルニアから今ニューメキシコに引っ越してきてっていう感じで、まあ引っ越しの多い人生を送っております。で、結婚して5年で、あとなんだ。そうそう、で、世界一周をして、で、旦那と出会って、旦那多分その辺にいますけど、で、夫と出会って、Are you talking to me? Are you talking to me? I'm still, I'm talking. I'm talking.そうで、日本語と英語で喋ってると私頭がパパラパーなのでちょっとよく分かんなくなってくるんですけども、そうそう、それでアメリカに来て3年ぐらいで私すっごい太ったんですよ。何キロだったかな、70キロまではいかなかったかな、なんかその手前ぐらいまで行って、ちょっとこれやばいんじゃないということでダイエットを始めたのがだいたい2年ぐらい前かな。でね、今は54キロぐらいで止まってるのかな。そうそうそう、でだから15キロぐらい落として、でその時にダイエットの関係で走るようになって、で去年マラソン走ったんですよ。2回、ハーフマラソンが1回と、フルマラソンが2回かな。でまあランニング面白いじゃんということでずっと走ってるわけですね。でドゥ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 ルー、まあそんな感じで、でフィットネスを始めて、フィットネスが面白くなってきたので、まあもう年も年だしと思ったんだけど、まあせっかくだしまだ若いし、こっちだとね36とか言ってもまだ若いから、それに今始めたら10年20年はまだ仕事ができるじゃないですか。だからまあいいかな、それもいいかなと思って、で仕事にならなくても、いろんな知識も身につくし面白いかなということで、去年大学に行き始めて、今パーソナルトレーナーの資格を取ろうと思って頑張ってます。そんな感じ。今年の年末で全部終わんのかな。でうまいこと言ったらその後にパーソナルトレーナーの資格を取って、まあそこから仕事ができたらいいかなとは思っておりますが、そんな感じでございます。はい。で、うさぎさんが2人と2匹、うん、うさぎさんが2匹と旦那と私の2人と2匹には2匹2はの家族構成で暮らしております。で子供はおりません。子供ね、作ろうと思って頑張ったんですけど、まあまあこればっかりは授かりもんなので、でまあそういうことで。日本語のチャンネルは、まあ毎日というか、まあ
不定期になると思うんですけど、もともとねこのチャンネルね、私あの英語を喋るのが苦手で、人前で喋るのが特に苦手で、なんか何喋っていいか分かんないし、ちょっとその辺の恐怖症を克服するのに役に立てばいいかなと思って始めたんですね。だからまあそんなこともあり、日本語でもぼちぼち、今までねずっとブログ書いてたんですけど、引っ越してきて2年3年ぐらいでやめちゃったのかな。うん、だからまあこっちも日本語で不定期にぼちぼちと更新していけたらいいかなというふうには思っております。でこのチャンネルはだいたい普段は英語でやってて、まあ英語で考えて、英語で喋って、英語でジム行って、英語であのワークアウトして、あ旦那さんがという感じなので、うん、Hey! なんだっけ、もう分かんなくなっちゃったじゃんまあそんな感じでメインのチャンネルは英語なんですけど、まあ言ったらあのどこ行きましたよとか、何買ってきましたよとか、今日は運動何しましたよみたいな感じなので、あんまり日本語でも英語でも変わりはないかなと思うんですが、まあそんな感じで、今回は初めてのビデオということで、また質問とかありましたら、あの下にコメント欄がありますので、よかったらコメントを残していってくださいね。それであのビデオもしあの面白いと思ってくださったら、あと次のビデオまた見たいなと思ってくださったら、いいねを押してもらえると助かります。で、サブスクライブって日本語で何つうの？あの購読してもらえると次のビデオの通知が届くのでそれもよかったらお願いします。ということで今日はその辺で、今日はこの辺で、今日はねこの後ね旦那と友達とジムに行ってきます。なのでジムの服着てるわけですけど、あーやばい、日本語久しぶりで本当に何喋っていいか分かんないそんな感じで、はい、じゃあ皆さんまた次のビデオでお会いしましょう。 I love you, bye